こんにちは。障害年金コンサルタントの松岡です。今回は障害を持った方の医療費の負担を減らす制度のお話です。この制度は有名なので、もうすでに使ってるよっていう方も多いかもしれません。その名も自立支援医療と言います。ざっくり言うと、医療費の自己負担額を一部負担してくれるっていう制度です。これは障害のために通院している人にとってはとてもありがたい制度です。それではこの自立支援医療について説明していきます。この制度の対象になるのは次の3つです。1つ目は精神通院医療と言います。統合失調症、うつ病、薬物依存症、知的障害、転換、認知症、これらの精神疾患で病院に通院している方というのが対象になってきます。2つ目は厚生医療といい、18歳以上で身体障害者手帳を持っていて、なおかつ治療で改善の見込みがある、そういった方が対象になります。最後3つ目が育成医療と言います。この育成医療は18歳未満の方で身体に障害があって、なおかつ治療で改善の見込みがあるという方が対象になります。これらに該当する方は自立支援医療を使うことによって、今まで窓口で3割負担だった医療費を1割に抑えることができます。もし医療費が1割負担だったらとても助かりますよね。この自立支援医療の窓口は市区町村になります。気になる方は一度お住まいの市区町村に問い合わせをしてみてください。自立支援が認められると自立支援医療受給者証というのが発行されます。その受給者証をかかりつけの病院や決まった薬局の受付に提出することによって、お会計の際に1割負担になります。この制度を知っているのと知らないとでは医療費が大きく変わってきます。ぜひ有効に活用してください。